やよい。やよい、やよい、やよいは、日本海軍の駆逐艦。ぶ月型駆逐艦の三番艦である。艦名は、旧暦で三月のこと。艦名は、初代上風型駆逐艦の、やよいに続いて二代目。なお、日本海軍の登録上は、旧字の、やよいだが、ここでは、やよいと表記する。1923年。 大正12年度計画館。同年7月19日、裏画像選書で建造予定の駆逐艦に、第23駆逐艦の艦名が与えられる。一等駆逐艦に類別。1924年、大正13年1月11日寄航、4月24日、艦名を、第23号駆逐艦に、改正。1925年。 大正14年7月11日浸水、1926年、大正15年8月28日に竣工サセボ佐世保ュフに所属した。1928年、昭和3年8月1日府で、第23号駆逐艦は、弥生、弥生と改名された。1930年、昭和5年11月中旬、昭和天皇は、戦艦、霧島を、 お召し館として、岡山県宇野から横須賀へ帰郷することになった。第3地区隊、六月、木更木、弥生、宇月は、霧島の無部館に指定される。11月21日、霧島は横須賀に到着し、天皇は退館した。1937年、昭和12年からの品事変により、中市、南市方面に進出する。 また、普通新進駐作戦に参加した。第30駆逐隊の構成艦はしばしば変更されており、宇月、き、ひさらぎ、ゆ月ち等が編入あるいは転出している。太平洋戦争開戦時、やよいは、第4艦隊、司令長官、井上成美中将、機関、鹿島、第6水雷戦隊、司令官、安倍光輝少将、機関、夕張、第30駆逐隊。 司令、安武四郎大佐に所属していた。海戦時の第三0駆逐隊は六月型四隻、六木弥生月、ひさらぎ、やよい、である。十二月上旬、第六水雷戦隊、第十八戦隊、天竜、達田を主力とする艦隊は、第一次ウェイク島攻略作戦を実施する。ウェイク島の戦いは、米軍の反撃により、 日本軍にとって予想外の展開となった。12月11日、姉妹艦、ひサラギが F4 回、ワイルドキャットの空襲により沈没、第30駆逐隊は、海戦壁頭で3隻編成となった。また、ウェイク島砲台の攻撃で、駆逐艦、疾風が沈没した。第二次ウェイク島攻略作戦では、ナグモ機動部隊より派遣された第2航空戦隊の、空母2隻、飛竜。 総流、従巡2隻、ト根、チク第17駆逐隊、谷風、裏風が航空支援を行い、第6戦隊の従巡4隻、青葉、木の傘、加古、古高が陸上支援に加わった。その後も、第6水雷戦隊各艦は、ラバウル方面、ブーゲンビル島、ポートモレスビーの各攻略作戦に参加した。1942年、 昭和17年5月25日、第23駆逐隊の解体に伴い、同隊所属だった姉妹艦、宇ずが第30駆逐隊に編入され、30× は定数4隻を回復する。6月1日以降、第6水雷戦隊は南洋部隊主体に、弥生はラバウル方面部隊に編入された。6月24日、も月、弥生、夕凪は、 南洋部隊主体に編入され、海上護衛作戦に従事する。7月9日に、一旦佐世保港へ寄港した。7月10日、第6水雷戦隊の解体に伴い、軽巡洋艦、夕張、第29駆逐隊、夕月、追い風、朝薙、夕薙、第30駆逐隊、六月、弥生、餅月、宇月、野代丸、長雲丸は、第2海上護衛部隊へ編入された。 だが、第30駆逐隊が第2海上護衛隊として作戦に従事する機会は訪れず、わずか4日で第8艦隊へ移動した。8月7日、アメリカ軍はウォッチタワー作戦を発動し、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸、ガダルカナル島の戦いが始まる。第30駆逐隊は8月15日にサセボウ出港、ソロモン方面へ進出する。 梶本の証言を収録した文献によれば、第30駆逐隊の3隻は8月24日、夜半にガダルカナル島を約10分間砲撃、同島への艦砲射撃の第1号となったとしている。一方、戦死総書によれば、8月13日夜明け前、駆逐艦、追い風、夕月によるガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場への艦砲射撃が実施された。8月18日にも、 一気死隊戦艦隊、約900名を揚陸させたカゲロウ型駆逐艦6隻、嵐、ハ萩風、カゲロウ、谷風、裏風,風、浜風のうち、嵐、ハ萩風、カゲロウによって、陸上砲撃が実施されている。カゲロウは23日にも、単艦で、ルンガ白地に突入、陸上を砲撃した。8月24日午前7時、第30区畜隊は、 ショートランド白地を出撃。機関、ムツキ以下、駆逐艦、ムツキ、ヤヨイ、カゲロウ、イソフ、コウフは、ルンガ白地に突入、同日22時より、約10分間の飛行場砲撃に成功した。ガトー砲撃部隊は、ソロモン諸島海域を離脱後、第二水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将、軽巡洋艦、人通、第二十四駆逐隊、海風、 両風及び小海底、一号、二号、三十四号、三十五号に護衛された横須賀鎮守府所属横須賀第五特別、海軍陸戦隊並びに、陸軍一機死体の輸送船三隻、ボストン丸、大福丸、金達丸と合流すべく北上した。この増援部隊輸送船団は8月16日以降、全時トラック白地を出撃し、8月25日の ガダルカナル東洋陸を予定して同島へ向かっていた。本船団を援護するため、空母、流城、従順、トネ、駆逐艦、天津風、時津風が派遣されてたが、二十四日昼間空襲で、流城は撃沈されてしまった、第二次ソロモン海戦。八月二十五日午前六時、ガトウ砲撃部隊と増援部隊輸送船団は、合同直後の人形変更中のところを、 急降下爆撃機、SB リードオントレス8機 B-17 爆撃機3機に空襲され、2推薦機関、人数被弾炎上、ムツキ、金たつまる沈没という被害を受ける。弥生は、ムツキ生存者を救助。安武司令も、弥生に異常し、同艦が 30× 司令艦となった。人数、両風はトラック白地へ開港され、沈没艦生存者を乗せた、弥生。 小海底1号、2号は、安武司令の移転具心により、輸送船に先行して、ラバウルへ退避することになった。輸送船、ボストン丸、大福丸は、駆逐艦、イソフーが指揮して、ラバウルへ被退した。8月27日午前2時、無月生存者を乗せた、弥生1号、2号は、ラバウルに到着。第30駆逐隊は、無月を喪失し、さらに、 うずきも空襲により損傷。内地へ開港された。一連の海戦、第二次ソロモン海戦は、戦術的にも、戦略的にも、米軍の勝利であった。第二次ソロモン海戦の後、第三十駆逐隊、弥生、餅月は、第十八戦隊、天竜、立田、第十七駆逐隊、浦風、谷風、浜風、磯風、駆逐艦、嵐等と共に、 ラビ攻略作戦、ニューギニアの戦いに、か、部隊を上陸させるなどニューギニア島、パプアニューギニア方面で活動した。9月3日、連絡員20名をタウポタへ輸送する。9月4日夜、弥生はラビ方面で連絡不能となった部隊を捜作スベミルン湾に突入、苦戦する海軍陸戦隊に領職を渡すと負傷者224名を収容し、5日1時に、 ラバウルへ向かった。また一部の弥生乗の陸組員は、海軍陸戦隊と連絡を取るためタウポタ、ラビ北方に上陸しが、その後の戦況により回収されず、取り残されてしまったという。9月10日16時30分、ヤスタケ司令の上官する弥生は、駆逐艦、イソフーを指揮下に入れ、ラビ攻略部隊、サ佐世保陳樹普代を特別陸戦隊を撤収させるため、ラバウルを出港した。 9月11日正午より、ラビの東にあるノーマン B 島の東方で、B-17、B-25 約10機による空襲を受け、弥生は、後部への爆弾命中により火事が故障。続いて、航行不能となり、16時15分沈没した。安武第30区隊司令も、弥生と共に戦死した。沈没地点は、ノーマン B 島東方15回離。 梶本艦長以下生存者はカッターボートに乗りノーマンビー島へ上陸。現地のタロイも塔を調達して上をしのいだ。一方、イソフーは回避行動をとったため弥生沈没現場から離れてしまい、16時40分の日没とともに弥生救出に向かったが、痕跡も生存者も発見できず、20時45分に捜索を中断してラバウル駅帰した。 同日1 0時20分、天竜、浜風は、ラバウルを出撃して、弥生沈没位置へ向かうが、12日の捜索では何も、発見できなかった。9月21日19時30分、磯風、餅月は、ラバウルを出撃。22日、友軍と協力して、弥生カッターボートを発見し10名を救助した。同日深夜、二隻は生存者の誘導の元の万部位。 島北東端に到着、単焦灯、サイレンを用いて連絡を取ろうとしたが、弥生乗の陸組員は、米軍が進出してきたため森林に退避しており、救出に失敗した。25日21時に、磯風、餅月は、再出撃、二隻は26日夜半に、道東へ到着すると、梶本艦長以下上、組員83名を救助する。磯風は、 やよい上院救出任務終了の9月28日をもって第18戦隊の指揮下を離れた。同年10月20日、駆逐艦弥生、やよい、やよいは一等駆逐艦、うず型、帝国駆逐艦隻第30駆逐隊のそれぞれから除籍された。12月1日、六月、弥やよいを喪失した第30駆逐隊も解体された。やよい人母通の艦長だった、梶本少佐は、 後に、遊雲型駆宅艦、区間、新総長に就任。やよい主計家のある短期現役司官は、従順洋艦、熊野主計長となり、同艦沈没時に戦死した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。